7回のですねシリーズでプレゼンカリスマコーチニック・バーリーの7つの要点をお話ししてますが、今日は5つ目、ビジュアル化しなさいということです。ビジュアル化です。よくですねパワーポイントプレゼンテーションで一つのシートにですねあれもこれもとてんこ盛りにコンテンツ載せる人がいますが、それは良くないです。スマートフォンをですね、世の中に出して自らですねそのプレゼンをやったスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションというのは、まあ、語り草になってますが、スティーブ・ジョブズはこう説いてます。一つのパワーポイントには一つの考えだけを載せなさい、あれもこれもてんこ盛りにしないで他のものはですね次のページにすればいいわけです。ボタン一つでですねいくつでもパワーポイントは移動させることができるのですからね。近頃はですね、ズームの技術なんかをこう取り込んでですね、プレジなんていう方法もあります。パワーポイントをよりビジュアリーに見せる、ビジュアリーに見せる方法があります。すなわちですね、スティーブ・ジョブズが説いたようにですね、一つのシートには一つの考えだけを載せて、そしてですね、ビジュアル化しなさい。聴衆者の頭の中にビジュアル化してですね、焼き付けなさいということです。焼き付けなさい。ですから、パワーポイントはですね、一種の写真と思ったらいいんじゃないですかね。写真。今日はですね、ニック・バーリーが説く7つの戦略の中の5つ目、ダイナミックプレゼンテーションではビジュアルを大切にしなさい。喋るより見せろということです。今日もお聞きいただいてありがとうございました。